こんにちは、JBS 武蔵野志保です。今回はですね、バッティングにおいて手首の使い方ですね、まあ、リストターンとかリストワークとかっていうふうに言われますけれども、それについてお伝えをしていきたいと思います。バッティングにおけるこう手首の動きについてなんですけれども、結論から言うとですね、私たちとしてはあまり必要ないというふうに考えています。手首ももちろん返っていくんですけれども、意識的に返すものではないですね。ほとんどのバッターが手首を返すという意識を持っているという人はほとんどいないと思います。まあ、何かの修正だったりでちょっと意識をするということはあり得るかもしれないですけども、基本的にはリストというのは、手首というのは自動的に返るものですね。手首が返るメカニズムについてお伝えしていくと、こうスイングをしていきますね。でしっかりとしたスイングができていれば、まあ、肩が顎に来て入れ替わっていきます。でグリップが出ていくという感じですね。これもグリップから出すのではなくて、グリップから勝手に出ていくという方が表現としては正しいです。肩がしっかり入れ替わることによって胴体が回転していきます。で胴体が回転していくことによってグリップから出されてくるという感じですね。この表現が近いですね。でこのまま進んでいきます。で手首の状態というのは、少しまあ親指に曲がった状態か、まあ、普通に下れている状態ですね。小指側に曲がる動き、これを尺屈とか暗黒っていう風に言ったりしますけれども、この動きが入ると手首が返ります。戻ってですね、こうグーッと振るとこのまま来ます。で、まあ、実際のスイングではもっとスピードがついていますね。スイングスピードがもっと速い状態で行っています。この手元の方が減速していきます。まあ、止まるというわけではないと思いますけれども、ここでスピードが落ちて、でここのスピードが落ちることで、こっちのヘッドの方はまだスピードを持っているので、ポンと自動的に返っていくということですね。まあ、よく釣り竿などで例えを出しますけれども、こうしなってですね、で手元をポンとこう振って止めると、その先がまあビューンと走っていきます。なのでこの減速する部分ですね、この減速する部分があるとヘッドっていうのも返ってきます。ヘッドが返る仕組みっていうのはそのようになっています。この時にまあよく言われるのが、まあ少しこうバットを回すだったりとか、まあ小指側に曲げるだったりとか、そういうリストのワークですね。手首でヘッドを走らせる、ここで走らせるっていうふうに、こういう感じですね、というふうに言われますけれども、これは先ほども言ったように意識的に行うものではないので、 JBS 武蔵的には不要だというふうに考えています。でかつスイングをしていった時に手のひらが上にってなっていますけれども、腕を使ってしまうバッターですね、手打ちのバッターっていうのは、要はここの回転があまりうまくできないので、このままバットを返す方法が、まあ、腕に頼ってしまうということになります。腕に頼って、で腕がもう動けなくなるので手首に頼って返ってくる。なので結局リストを使ってしまうというのは、どちらかというと手打ちを誘発してしまうというような場合が多いんです。優秀なバッターですね、体の動きがいいバッターというのは、この肩周りだったり、まあ、胸椎、胸郭、肋骨、この辺の動きというのは非常にいいです。なので、グーッといった時にまだ胴体がずっと回せていけます。回せていけると、まあ、ここでインパクトしたとして、この後手首を使わなくてもまだグッと回っていくので、後ろの手を返ないという動きですけれども、肘から先が、まあ、内側にちょっとひねられる動きで、前側の手は徘徊ですね、肘から先が外側にねじられる動き、この動きでバットをグーッと来たら、こうとこうですね、この動きでボンと返していくということができます。完全に小指側の動きっていうのをなくすってことはできないと思いますけれども、手打ちであればあるほど、このアンコック、小指側に曲がる動きっていうのがどうしても強くなります。ここが胴体が回ってないですね。胴体が回ってないバッターっていうのは、この胴体の回転によってバットを運んでいくっていうことができなくなるので、腕や手首に頼ざるを得ないということになります。なのでリストワークをするというのは、逆に胴体の回転を抑えてしまって十分な回転を使って打ててないということですね、というふうに言うこともできます。なので私たちとしては、その手首の練習をするということではなくて、それよりも、まあ、この肩の入れ替えの動作であったり、回転の動きですね、まあ、上半身だったり胸郭だったり肋骨、肩甲骨の動きですね、このあたりを改善していく練習を行っていくことで、そのリストワークを使わなくてもバットが自然に返っていけるようになるということですね。このような打ち方というのを、私は教えます。はい、ではここからはですね、その回転の動きをしっかりと使っていく練習について一つお伝えしていきます。ツイストステップっていう呼んでる練習ですね。どういう風に練習をするかというと、あちら側が打つ方向です。でこのまま骨盤をですね、極力その打つ方向に向けます。前の足ですね、ステップ足、右バッターであれば左、左バッターであれば右足がステップ足になりますので、ステップ足をグッと出します。そしたらこのまま骨盤をあまりひねらないでですね、頭の位置と骨盤の位置、ここは極力前に向けます。もちろんこの後グッと引いていくんですけれども、この時に多少戻ってしまうってことはあるんですが、できるだけ前に向けた方が、この動かしたい部分だけグッとひねって、その戻す動きを強く練習していくことで、肩周りだったり胸周りの練習になってきます。回転差というふうにも言いますけれども、グッとこの骨盤が進んだ状態を回転差と言いますね。この回転差の状態っていうのを、まあ、ある程度疑似的に行って、ここから強く回していくって感じですよ。
こういう感じでスイングをしていきます。まあ、こうすることによってその肩周りの受けはとても良くないとスムーズに打つことはできないです。でちょっとインコースにするといいですね。でなぜかというとこのままぐーっとひねっていきますけれども、この前側が閉じてこの引く動きですね。この引く動きっていうのは結構重要な動きの一つになってきますけれども、この引く動き、まあ、後ろ側は出ていく、顎の方に近づいていく動きですね。これがスムーズに行われてスイングが綺麗に出てきます。でこの動きが例えば後ろ側だけ強い場合っていうのはこのような感じ、前側が引けていなくてフォアスイングになってしまうので、インコースのボールには綺麗に捉えることができないです。なのでこのままこう来て、まあ、ちょっと今まだ打たないですけども、こう来てバッとインコースのところを打っていくと、そうすると肩の入れ替えの動きをしっかりと伴って、胴体の回転、胸周りの回転、肩甲骨の動き、そういったものを修正して、まあ、リストワークっていうものを使わずにですねスイングをしていくことにつながっていきます。はい、ではですね3球か打ってみたいと思います。まずセッティングをします。でこの状態で骨盤と頭は極力動かないようにして、このまま前の肩が顎に来るようにグッとひねってきます。で今度は後ろ肩が顎にグッと入ってくるんですね。で前側は自然にそれで引けてくると思うので、この動きを使って打っていきます。少しインコースになればなるほどこの前側の引く動きがないとインコースには出てこないので、慣れてきたらですねどんどんインコースに寄っていくと、よりドリルの練習としていい練習になってきます。次はですね正面から打っていきたいと思います。もう一度注意点をおさらいすると、まあ、つま先の向きもこうひねった時にですねこう戻ってしまうということもあるので、前に向けておきます。まあ、骨盤と頭が前向きですね。でその状態でできるだけひねりを持ってくると、でこの入れ替えの動きで、強く打っていくというような練習になります。で骨盤前の、つま先も前向きですね。で頭を前向きにして、でちょっとインコースに寄っていきます。でこの状態から戻します。で多少この時に骨盤の向きは戻ってしまうと思うんですけれども、まあ、これはちょっと致し方ないことですね。極力前に向けてやってください。このまま完全に横向きになったりするっていうこともあるので、これだとねじれの差っていうものはできなくて、回転差を作って、スイングをしていくっていうことになってこないので、ここは注意が必要です。ではやってみます。はい、次にですね、ダメな例をちょっとやっていきたいと思います。まずはこの姿勢はできてるんですけど、まあ、スインググッと戻して、この引く動きですね、引く動きは強く使えないと遠回りになるので、著しくドアスイングになって外側に当たります。悪い例でやってみたいと思います。はい、次の良くない例は戻した時にですね、骨盤も一緒に戻りすぎてしまう場合ですね。この場合はこうなってしまうんですけど、結局向きが変わっただけということになるので、あまり練習の効果としては意味がなくなってしまいます。はい、では今回の動画は以上となります。簡単にまとめますと、リストターン、リストワークについてですね、これは JBS 武蔵としては不要だと考えています。その動きを使ってしまうと、かえって腕だったりとか、まあ、胴体の回転を制限して打つことにつながってしまうので、理想的な体の使い方にはちょっと遠くなってくるということですね。リストターンを使わなくても打てるスイングにしていくということが大事です。そのためには肩周り、胸周りの動きが重要で、それをツイストステップというドリルで練習していったということになります。 JBS 武蔵では LINE、Twitter を使って情報配信の方をしております。登録の方よろしくお願いいたします。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いします。ありがとうございました。